リクエストが多かったので、今日はこんな動画の作り方をやるよ。最後まで見ていってね。それじゃあスタート。まずはこの2つのアプリ必ず取ってください。この2つのアプリから全てが始まります。で、この黄色い顔の人クリックすると、こんな感じで出てきて、ネクストを押して、ネクストを押して、ネクストを押して、ネクストを押す。有料版出てくるから左上のバツをすぐ押して、ここで写真追加したい人は上、追加してる人は下。で、僕追加してる人だったので、この中で好きな項目を選ぶ。で、ここでみんな大好きなマイヤヒを選ぶ。あと勝手にダウンロード始まるから待ってる。ひたすら待つ。ひたすら待つ。できる。なんか2つ作り出されるんだけど、僕は右の方がおすすめ。だから右をセーブっていう、左下のセーブっていうところを押すとセーブされる。これで OK。次にこのピックプレイなんとかを選ぶ。左上のバツを押す。これ有料版。僕は許可する派だから許可。新規作成、コラージュを作成をポチる、クラシックをポチる、なんとなく真ん中の一番右が好きだからそれ選ぶ、で、プラスを押す、ビデオを押す、さっき作ってあげたやつを選ぶ、そうするとプラスのところに入る、4回繰り返すとこうなる、右上のチェックを押してあげて、保存&共有を押す、ロゴ表示ありで続けるを押す、左下のカメラロールを押す、押してあげると画質を優先し保存を押す、そうすると読み込み始まる、これ適当に広告だから待ってあげる、完了する、そうするとこれ出来上がる、出来上がり完成品がこれ